ハサミ一本一本に対してこだわりあるんですよね。例えば刈り上げ用に使うハサミだったらこういう形がいいとか、こういう切れ味がいいっていうのがあったりとか、まあすきばさみに関しても僕2本すきばさみあるんですけど、用途ってやっぱり両方とも違って、もうこれだけはっていうよりも僕ハサミ変えないんですよ。入れ替えないっていうか、ハサミ屋さんの技術もどんどん上がってってるし、ハサミのクオリティも上がってってるんですけど、僕自身はもうこれって決めたのをずっと切れなくなっても買い続けるんですよね。もうこのハサミに関してはもう製造がなくなってしまってるんで、大してすげえ切れるハサミでもないし、すごいいいブランドのハサミでもないんですけど、すごい手にマッチングしてて、お客さんの髪も扱いやすい、ハサミで、このハサミを作ってる会社がなくなってしまった時に在庫で持ってるディーラーさんに聞きまくって7本ぐらい買い占めたんですよ。ハサミはピンキリだと思います。僕はあまり高いハサミ好きじゃないっていうか、実際に高いハサミがいいのかって言ったらそうでもないと思うし、高いハサミ使ってるからうまいっていうわけでもないじゃないですか。けど大体平均にすると多分1本7万から10万ぐらいじゃないですかね。なんで人財産ですねこれで。ベースカットする時だけなんですけど、2本使ってするんですけど、よくお客さんびっくりしたりもするんですけど、なんで2本使ってるんですかって聞かれちゃうと、1個はその毛先を切った時の動きというかニュアンスが好きなんですよね。2本で切った時のそのまとまり方っていうか出方が、髪の毛の出方が1本だとやりにくいっていうか、しかもなんかもうずっとこのスタイルでやってるんで、やっぱりその毛先の動きっていうかまとまり具合ですよね。実際にそのお客さんが切った頭で自分が過ごしてるわけじゃないんで何とも言えないですけど、ブツにならないで済むんですよね、毛先がブツ切りに。なんで横でパシって切った感じよりももっと自然な状態にできるっていうか、なんでだからって言って、ただザンバラなのって言ったら全然違くて、きっちり揃われてるし、例えば右側跳ねちゃうとか左側跳ねちゃうっていう人を切ったとしても、その毛先のちょっとした角度の入れ方でやっぱりこう変わってくるものなんで、僕はこの切り方好きですね。早く終わったから手抜きっていうんじゃなくて、さっきも言ったようにクオリティとスピードって比例すると思うんですよ。ただお客さんから見た時に今日は明らかに早いなって思われてしまう時、どんな時っていうと、例えば土日で忙しい時にいつもよりなんかパパッと終わらされちゃったってなっちゃうと、やっぱりこう手抜かれたっていうイメージがあると思うんですけど、やっぱり常にそのスピードでやってれば、もううちっていうか僕はこんなもんなんだ、僕はいつもこうスピードが速くてっていうのを分かっててもらえば、手抜かないですけど、手抜いたって思われないっていうか思わせないっていうか、こっち側もそういう努力が必要なんじゃないかなって、毎回切るたんびにこう終わる時間が違うとか、例えば主婦の人だったら子供預けてわざわざ来てくれてるんだから、いつもだったらね2時間3時間かかってんのよっていうのが1時間半で終わったら、ちょっと気分転換にウィンドショッピングできたり一人でお茶飲んだりする時間って取れるじゃないですか。だからこそこうスピードを上げてクオリティ高いもの
にしていかないといけないなってなったんですよね。